どうも、森そばです。今回はですね、 CBR650R のシートを約2センチ下がるローダウンシートに変えます。チャンネル登録お願いします。まあ、元々のノーマルの時でもそんなに足つきにすごい不安ではなかったんだけど、どうしてもね、駐車場とか足をついて下がる時とか、そういう場面とか、もうちょっとと足のつく範囲が広いといいなって思ったので、今回は変えようと思ったんですけど、まあローダウンシートなかなか価格帯が今回試したのは4万円台ですね。発注して2週間前後で届きました。では早速変えてみます。はい、ということで交換しました。まあ、シート交換自体はね、まあ、結構簡単で誰でもできる。まあでもやっぱ2センチってなるとやっぱそれなりに効果は感じるかも。なんかちょっとやっぱシート薄くなったかなっていう感じはします。まあ乗り心地に関してはそんな別に気にはならないかな。で、足つきに関しても少しね、安心感が増した。停車時の足つきの安心感はやっぱ以前の純正シートとは全然違うかも。あとほら、もう一つさ、ローダウンキットとかサスとかを変えるやつ、あれだとほらリアサス変えてフロントフォークの調整もしないといけないでしょ。それだったらローダウンシートの方が導入しやすくて、こっちの方がおすすめかもね。あ、もう一つね、副産物っていうか、腰が2センチ低くなったら前傾が2センチ分ちょっと楽になった。もともとね、 CBR650R って、まあ、そんな前傾がすごいハードってわけじゃなかったんだけど、まあ、それでもね、前傾は前傾だったからね、きつい人には多分すごいきついとは思うんだけどね。まあ、それがね、ローダウンシートで2センチ下げたことによって前傾もその分ちょい緩くなったんですよ。これ結構副産物かも。シート高にほんと若干不安がある人とか、あと前傾もうちょっとでいいから前傾をもう緩くしたいっていう人には、同時に2つの効果が得られて、個人的にはすごいおすすめです。変えてよかったです。はい、ということでね、ではではまた次の動画で。いや、ローダウンシートめっちゃ正解だなこれ。こんな快適になると思わなかったな。